許さないよっていう会を開いてるので、定期的にお声掛けさせていただきますね。わかりましたか？はい。ひひゃ、サイさんありがとう。ルンゴさんありがとう。じゃあなんかさ、黒系の服着ると髪めっちゃ茶色く見えるよね。地毛が茶色いのでね。ケピさん結婚して？うん？ジョージが無理って言ってるよ。カイトさんありがとう。カズノイさんありがとう。ミキミキさん結婚して？ふかふか。そう、声かけは大事。晩ご飯？今日ね、焼き鳥食べた。セブンの焼き鳥食べた。膝で寝てない。ねえゆいな。ねえゆいな。ふかさん結婚して？ふか。契約違反なのでね。こんばんは。ミキミキさんありがとう。ねえゆいな。父さんテレビ裏さん反省してます。やばい。反省してるの？何を反省してるの？どういうこと？っていうかね、今日さ DMM のさにさ、昨日のライブがさ見れるようになったんよ。だからね、今日はそれ見ようって思って。そう、配信ルームにいる人にさ、お聞きしたいんだけどさ、DMM のテーテーの見方教えてほしい。今回テーテーあったんだ。違う、多分ないんやろうね、これ。え、どういうこと？テーテーないってこと？なんか研究生はなくない？いつも先輩とかはあるけど、わかんない。花火ギフト投げようと思いましたが、明日のイベント取っとく。ありがとう。そうだよ、みんな今日ギフトを投げないで明日投げてください。投票モードにしちゃおうかなって感じ。そうで、日頃の行い。松太郎さん、デルピールさん結婚して？無理だよ。まさきさん結婚して？契約違反。トンさんありがとう。サイさん、バートさんありがとう。人生おこんじさんありがとう。ヤスさんありがとう。一部今見てた。スノヤマさんありがとう。なんかさ、僕隊さ東京公演みたいなのさ、なんか発表されてたじゃん。発表されてたけど、まあ、出るかはちょっと、まあ、分からないって感じ。なんか東京公演は前回もそうだったけど、なんかそこのポジションじゃない人新しいポジション覚えたりとかもしてたし、だから分かんない。多分でも分かんない。あ、殺してしまったと思った。正直問題、全然怒ってなくて気まずいって感じなので、ご安心くださいって感じ。ね、カナオ今さ、リソコとさ一緒におって配信しとるよね。さっきカナオの配信覗いたんよ。バースデーライブ行きたいけどさ、絶対にさ行けないもん。勝手に行きたいところとはあるんだけど。ビンゴの神さんありがとう。結婚？ちょっと契約違反だよ。何のイベント？明日から始まるイベントはビス雑誌のビスと48グループのやつです。これさ、参加中のイベントみたいなやつさ、出ないっけ？出ないか。まだ明日からかな。こんばんは。定点ってリアタイ、それも月額会員のみらしいよ。月額会員だよ。じゃあリアタイ、リアタイプラス月額会員。ああさ、ありがとう。今もう見えないのか。見たいよね。え、それはさ、なんかさ、なんかマネージャーさんとかに言えば見せてくれんじゃね。じゃ見えるけど。わかる。今見たいんでしょ。そう。後日とかではなく。ちゆちさん結婚して？契約違反ですよ。なおさん、ありがとう。なんかありがとう。あ、今日まで、あ、それは全然ありがとうございます。デルフィードさん、まさきさんありがとう。そう、明日に持ち越せない分はぜひ投げてくださいって感じなんですけど、明日に持ち越せる分は。はい、明日からお願いします。ゼルピグラさんありがとう。そう、東京でやるみたい。あそこって前もうやった場所だよね。動きたい。全部聞こえてるから死ぬんですけど。そう、なんか出かけるってカナが言ってて、リサコと。そう、なんかどこに出かけてるかはちょっと知らないんだけど、昨日カナウとユイナと
クルさんのとこにとつってたんよ。だけしとってね、たくさん見れるよ。ともかずさんありがとう。そうイベントのヤオズが始まります。あ、昨日定点で見た。おぐさんありがとう。いちごのウィッチウェイはもう見て早く。え、そう、なんかそこだけ見たよ。私はなんか今日 DMM で見ようかなと思ったんだけど、なんかゆいのちゃんが一緒に見るかなって思って、ダンスインターだけ見た。しかもダンスインターの自分のところまでしか見てないまだ。なんかさ、足、なんか足をさ映されてて思わなかった、ちょっとねえゆいな。かっこやばい、本当に嬉しいですよ。え、ですは1位当たり前だべ。木平さんありがとう。涙が出ました。本当か、泣いてないや。ごめんね、明日からよろしくお願いします。反省の意図して極めます。極めてください。しやぜひ。ちなみに怒ってないので。え、リーチね。そう、なんかリーチがまだ広島にいるときに、一緒にいるときとかに、なんかそう劇場行きたいんだよねって話してたから、今日ついに行ったんやなって思った。今日さ、なんかさ火災報知器みたいなさ、大丈夫だったのかな。東京の僕大、あ、そうなの。前回の僕大か、前回の僕大ね。なんか自分はもう出ないと思っていた、いたからさ、その数日前ぐらいにさ、なんか体が出れないってな、出れなくなっちゃったからさ、なんかマネージャーさんからその数日前ぐらいに、なんかもしかすると出れないかもしれないので、ちょっと覚悟しといてください的なね連絡が来たいよ。なんかびっくりしただから。吉川くんさんありがとう。クルさんち変なことしてないよ。なんか話した、めっちゃずっと話してた。ゆいなはなんか寝落ちして起こしたら変なことしてた。何したか教えてあげて。じゃあこれ私がゆいなの真似するから起こして。分かった。ゆいが帰るよ、起きて。うん、分かった。なんで笑う。これいいなっちゃう。の真似おかしていいよね。なんかなは見てなかったよ、ちょうどだっけクルさんと私だけ見てて、おもろかった本当に。マジでおもろい。こっちが聞きたいわ。なんやねん本当に。明日ユニアの配信を仕事に言えなかったら、そちらに投げていい。あ、そうしてください。はい。狭い会場の20倍の双眼鏡を持った。なんだって。そう、なんかビスは各48グループの最新機、最新の新人みたいな人たちはなんかその50万ポイントっていう目安があって、それをクリアするとその新人たちだけが適用される、なんかなんて、なんだっけな、あの TGC に出れるっていうのの選考の対象になるんですよ。から、そう、そこはちょっとクリアしたいところではあるよね。 Which way ですよ。177あるから。あ、な、ないです。167ですね。死ぬ。許してくださいよ。花だれの神戸公演、そうなんだ。もちもこさんありがとう。確かにね、僕たちは緊急性公演だから。でもどうなんだろうね、緊急性公演だから緊急性だけでやるってなったとしたらさ、でもそれでも足りないじゃん。今6人しかいないから、あと2人が足りなくなっちゃうよね。えゆいな、ゆいなが寝ないようにお声掛けしてるから。テモデモ、それな、テモデモみたいだよね本当に。テモデモの、なんだっけ、テモデモの、なんだ、テモデモ、テモデモの、忘れちゃった。フナーさん、アジモクさん、マクさん、結婚して、ねえユイナ、なんかマクさんが結婚してって言ってきた。
ダメって言って、はい、ね、はい、ダメです。カジノポイント何投げても、うん、何投げても OK。 っていうかなんか今ショールームさイベントしてるじゃん、イベントとかキャンペーンかしてるよね今、なんか花火みたいなキャンペーンみたいなやってるじゃん。余計さイベント始まってさ、もしさその花火のさやつをさみんなが投げてくれたとするじゃん、そしたらさなんかそうそうキャンペーンもだしさイベントにも加算されるのちょっと強すぎておもろい。お、アーカイブ見た？どうじゃったんや TGC 東京ゴッティチャンネル、うん、違います。なおさんありがとう。そうそうなんだよね、ヒーターどういうこと？兵庫と撲退してくださいって公式アカウントリップ送る活動してくださいなんか企画していること、いやそうよね、なんかさそういう系のイベントって結構さ企画したりしがちじゃんか。あでも明日はちょっとあのなんかくだらないとかあるからおメイクをしないといけ、お化粧、おメイク、おメイク配信かも。最初の2枠ぐらいはそんなに時間かかんない気もするけど、おメイク配信ってところかな。来月11日は勝手に遅刻もあるんやから3期は出るのかな、どうなんだろうね。でも9月11日どうなんだろう。こんばんは、こんばんは。かなちゃん命名のからし大根さん結婚して、うん、ちょっと不可ですよ、契約違反なのでね。からし大根なのちぇちぇさんありがとう。レインボースター48明日からありがとう。もくもくさんありがとう。いいよって聞こえてないよ。そう花火イベントのやつ、これ人生方向にさんありがとう。この星の花火、星がこう打ち上がってる花火みたいなやつ、あいっぱいありがとう。まさきさんありがとう。そう一石二鳥だねって。え大阪の話か行く、何時やって、大阪のおはえじゃあサイン会ってこと。山梨に TGC 来たこと1回だけある、しかも割と最近、なんか富士山側の方でやってた気がする、川口湖かな、わかんない、なんかその辺で富士山がある系の場所でやってた気がする。あらら、ネタやばい。え、そうあのお肉かシャインマスカットみたいな、なんかわかんない、おメイクをしないといけない。その人はねクヤコンなんですよね、えゆいな、いいなもん、ね、一緒だった。クラコンが放送日なの、クラコンは後々配信が、私は放送が終わった後 TVer とかでも見れるから、私も楽しみにしてるめっちゃそうおすみギフトは花火のやつ、この星のやつ、 星の打ち上げ花火みたいなやつがおすみギフトです。明日なんかお絵かきしよう、それも後ろのガラスに後ろ姿、そうなの、くだらないと明日はだから2代目花火職人、星花火、あこれ名前星花火って言うんだね、なるほどね。実家だった、でもさ実家にさ帰ったらさ普通にさその移動時間で配信ができなくてさ無理なんで、私5時間かかるんですよ、はい多分 STU の中で一番帰省に時間がかかる人、私絶対5時間ですよ、信じられますか。でもなんかさ北海道とかだったらさ逆にさ飛行機とかですぐ行けるけどさ、本当にさ遠すぎます。ゆうなとの微妙なね絡みを期待しているやばい。結婚ダメなんですかはい大丈夫かな大丈夫大丈夫、ゆうなちゃん大丈夫、寝てる、やばい寝てるかもしれない、ちょっと契約違反ですので結婚はちょっと。アモニ君ありがとう、星花火やる気スイッチ、はい押した熊本で3期戦を見てから応援、そうなの、そうなの、ということ TGC に来てたってこと、最後までいる、なんじゃってねえゆいな、起きてた、うん、ゆいなんちのピアノ
ウィラトさんありがとう。そうクラコンおもろかった。クラコンしたよ、明日放送される。そう一石二鳥作戦、まあそれもちょっと明日の配信前までに投稿したいね、 X とかに。つまりさん結婚して、うん、契約違反なのでちょっと難しくて。30万ポイントでレッドステラもらえる。あ、キャンペーンの方か、それは。爪長いよね今、ちょっと痛くてぶつかると。長崎も結構時間かかる。え、そうだからひーちゃんと話してたんよこの前、帰省遠いよねって話を。でも何時間かかるのって言ったら、なんか自分より短くて、なんかそれで遠いとか言わないでつって戦った。え、そうお話し会あるんよね。そう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 、そうなんよ、ビスのイベントの時さお話し会があるからさ、会場でさせてもらえるかなって。まあさすがにさせてもらえるとは思うんだけど。どのルート、そうだよ、高い山、山梨空港ないからね。山梨は空港がないんですよ。背中、うん、7時間半夜行バスはしんどすぎるね。え、そうなんよ、ココアさんがさ日本にさ来るじゃん。さなんかさ MC がさひだやさんだったんだよ。えって思ってさ、マジでひだやさんに会いたいの。私は本当にひだやさんに会いたいんですよ。だからびっくりして、え、ひだやさんって思って、マジでびっくりしたの。会いたいです。ニューポン連れて、ニューポンにココアさんに会いたくないのって言えば言ってくれそう。咳は寝言じゃないよね、ゆいな。武田信玄変身、なんでいいよ普通にしな、変身してあげて。それを普通に考えて、会場で見てたの。え、 STU を見に来たとかではなく普通にTGC に来てたってこと？ビスイベント楽しむ、ありがとう。水を持って行ってあげな、水そこにあるよ。ゆいなちゃん、ゆいなちゃん行く、あ、そうなの。ゆいなちゃんが課題してるとき、いちごちゃんが横で爆睡してるときあるの？ゆいなちゃんが課題してるときはいちごちゃんもゆいなちゃんの課題をしているんだよ。ゆいなちゃん今月はどう？えらいですね。まだあるけどちょっとやったよってことね。いや、そう長崎は新幹線が通ってるっていうね、とんでもない悪いと思います。そうお話し会なんだよね。しかもさオンライン久しぶり。確かにパさん福岡でイベントあったみたいで大変だった。新幹線福岡で、どういうことどういうこと、パセリさんがどういうことどういうこと。台風来るよね、台風来るよね。そうココアさん来る、台風も来るしココアさんも来る。え、そのナナさんはバースデーライブをするんだよ。でも行けないって知ってるからも、広島ならまだ希望があるけど東京だからね。まあまあまあ、フェス出会うからいいんだし。ひだやさんに愛は伝わってるの？え、うん、なんか現役、なんか自分が入りたての時はまだ48におったんよ。ひだやさんが数ヶ月はいたんよ、その自分が ST に入ってから48AKB に。だからねショールームとかで見てたし、え、しかもなんか投稿してくださったことがあるんや。なんかひだやさんのファンの人がひだやさんの配信でなんか山梨県出身の子がなんか新しく ST に入ったみたいだよっていうのを多分コメントして、ひだやさんがそれを知ってくれて、ひだやさんが見に来てくださったんだよショールームは確か。めっちゃ初期、本当に初期の頃に。でしかもその後になんかツイッターで投稿もしてくれて、ちょっと好きなんだがやってなって。ひだやさんがなんか山梨でさ、なんかお祭りとか系でさ結構イベントしてる時とかさ
行ってたんよ。しかもその入りたての時はマジで数ヶ月前ぐらいにその山梨で会ったやつに行ったばっかだったから、しかも覚えててくれた。そうセクシー担当だから。ココアさん、 STI さんありがとう。でもさ仰天ゆりなさんがさ元エイトじゃん、だからその関連でひだやさんなのかな。リハーサルからいた、どういうことどういうこと。ココアさんに連絡して。いや連絡できないんですけど、連絡できないんですよ先輩とは。埼玉のいたんさん、リキネさんありがとう。北沢もゆいなちゃんの課題、北沢ゆいなちゃんかと思った。計画的にどうでしょうか。膝枕がデフォ、14時間半かかるの、遠いですね。あ、ちょっと台風で飛ばされない。いやでも私さよく風がめっちゃ強い日とかにさ、なんか私電車通学だったんだけどさ、駅のとこでさお迎え待っててさ、マジで風強い時とかさ普通に飛ばされかけてた。しかもなんかリュックにめっちゃ重い荷物入ってる時とか、学校のさ教科書とか倒れそうになりながら歩いてたもん。大丈夫そう本当にって感じなんですけど、代わりに行ってこようか。行ってきて。じゃあそうマジで遠いのよ。でも明日はとりあえずそもそも5時からだから、午後の朝とかは配信しても意味がないのでって感じで、明日はメイクしながら配信します。あのクラコンのために。服フェス赤くて当たり前ですよ。あかりさんがなんかそのナナさんのステージを見れるように多分調整してくださったんよ、その時間を。大忖度を受けて、あかりさんからのはい本当にありがとうございますって感じで。関東に台風、台風多いね最近。そうよく悩んでた。48で山梨県出身の人は8のひだやさんしかいらっしゃらなくて、もう一回フォローして、フォローしたよ。そういえばフォローなんとか来たってこと。ってこと、あのね HKT の新しいあの木の方になんかいちごっていう字が使われてるね、モカピちゃんモカピちゃんやばいんだけどがいらしてね。そう若いんよ、15歳とかだったかな。リオさんたちと同い年なんかな、リア中とか。すごいよね、いちごって名前使われて15歳だよ。いちごすぎるやろって感じなんだけど、そういちごって字が使われてるのよ。風物詩やばい。晴夫さんありがとう。ずんちゃんさん先輩やばい。サムさんありがとう。深部グループだった撤廃。でもなんか正直このルールはなんか何のためにあるのかちょっとあんまり理解が追いつかない。わかんない、難しいよね。なんか理由があるのかもしれないけど、その理由を聞いたことがないからわからんねえゆいな、ビバハリケーン、ねえゆいな、ビバハリケーンだよね、ねえゆいな。寝ちゃったかもしれない。千尋さんありがとう。で、なんだ金魚か。電車通学だよ。ブースを出してた、ブースを出してたってどういうこと。ブース、ケータリングみたいな、どういうことだ。ゆうたさんありがとう。ねえりゅうち、トイさん、ちゅうちゅうさんありがとう。こんばんは。そうで私四国で最年少なんだよ実はやばいよね普通に。ゆいなに言われて気づいた。四国で一番年下なの。ゆうなは同い年だけど、もうゆうなはね二十歳になったんよ。その誕生日的にはゆうなの方が数ヶ月早いから、こう見えて四国最年少ってことで、ちょっと全員に可愛がってもらおうと思いまーす絶対可愛がりたくない。なんで可愛がってもらいたいと思います。可愛がってください嫌だそんなのねえゆい
イナちゃんは可愛がってくれないってことじゃ。そういうこと言うんですよ。そういうこと言うんですよ、この子。そう、フレッシュイチゴやばい。イチゴちゃんとイナユニアのコンビ好き、やった。俺でピーマン。私も好き。うん。フォロワー来てないけど、でもわかんない。どうなんだろうね。なんかさ、わかんない。そういうののさ、ルール的にさ、なんかフォローできなかったりもさ、したりするじゃん。その他のグループとか。だからさ、そのなんかわかんない。わかんないんだよ。だからその別に全然そのしなくていいですって感じなんですけど、私があのこっちが一方的に見ているだけなので15は33でしょ。33永遠の15歳。あれ藤岡猫ニャンさん、ありがとう。4期生にいちごちゃんが入ってくる、やばい。それはさすがにコンビ組ませてって感じ。いつものあの方ってこと。まだゆいにゃんいる。だってここゆいなんちだもん。ここゆいなんちだからって感じね。ゆいな、うん、私大根さん、ありがとう。結婚して不可だよ、契約違反だよ。ちょっとやばいね。ちょっとランキング読まなきゃ本当にやばいね。はい、ランキング読むね。15位から読みます。からし大根さん、14位さつまいもさん、13位みきみきさん、12位ふなおさん、11位りきんさん、10位あおにくんさん、9位とんさん、8位かずのりさん、7位ゆうださん、6位かやとさん、5位ゆきひらさん、4位デルピルさん、3位よしかかけんさん、2位なじまこさん、1位人生方向にさん。よし、間に合った間に合った。危ない、マジで汗汗って感じなんですけど、ありがとうございました。ステージの後ろの方にブースがあった。あ、そうなの、知らなかった。それはそう、四国の妹ということで、瀬戸内の妹、四国の妹って感じで。田中のひなさん、ありがとう。そう、こう見えて最年少まさかのって感じなんですけど、よろしくお願いします。明日からはあのイベントもよろしくお願いします。課金さん、ありがとう。いやー、危なかったですよ。左屋さんには本当に何があっても会いたいので。シャインマスカットちゃん、やばい。トイさん、ありがとう。本当に、はい、本当によろしくお願いします。のぶさん、ありがとう。はいはいはい、おやすみおやすみ。みんなおやすみ。